俺のいる南京地域はこの頃は段になりましたよ。もう品兵の死人が段になって腐っているので、悪臭が花を切るように匂ってくるよ。ちょっと内地の人々が見たら驚くね。腐ってドロドロとなっているよ。内地から看護婦などが来るが、みんな驚いているよ。去年の31日まで品兵の捕らえたのを毎日揚子港で200人ずつ殺したよ。川にて縛って落としておいて、上から銃で撃ったり刀で首を切ったりして殺すが、亡国の民は実に哀れだね。まるで鶏でも殺すような気がするよ。12月27日の夜は兵站部に食料を盗みに来たので、7人捕らえて銃剣で刺し殺したが面白いものだったよ、という一節があります。日本軍がいかに残虐であったかを示す一文だというふうに思います。もうなんか胸が突き上げてこう吐きそうなくらい衝撃を受けました。人を殺すのを何とも思わず、それを鶏を殺すのと同じことだというふうな感覚というのは僕には理解できません。中国の皆さん、中国でこの日本の戦争の侵略戦争の犠牲になられた方々に心からお詫びしたいと思いますし、謝罪して快手拥抱每一种生活。